ゴミ怪人だぞ今日はな、ただのチャンスをくらえばゴミだらけにしてる。おい、こんなとこにゴミ怪人だ。いや、ゲルンジャーに言わなきゃ。もしもし、ゲルンジャーさんですか。おい、ゴミ怪人、何やってんだ。 おい、何やってんだ。アダムさんだったらインパク、こんなに汚して何やってんだ。出たな、ケルンジャー。このカルベラパークはな、このゴミ大臣様の家なんだよ。だからゴミだらけにしてやる。お前の家にいつからなったんだ。おいおいおい、バックスラスのやめろ。さあ、唐突な展開で始まった今回の肌のジャパンは、ケルンジャー対ゴミ怪人の魂の三本勝負。果たして正義のヒーローは勝利を手にすることができるのでしょうか。熱い戦いの様子をお楽しみください。いや、ケルンジャーさん、せっかく来てくれたんですけど、平和的に解決していただきたいんで、はいはい、ボルダリング対決なんかどうでしょうか。ボルダリング、ボルダリングはどうですか、得意ですか。いやー、ボルダリングは実はやったことがないんだよね。ゴミ怪人さんはどうですか。いやー、もう37歳だしな。さあ、対決の前に2人のスペックから見ていきましょうか。まずは分けるんじゃ、178cm、78kg ということで、しっかりした体型のようですね。趣味は生き物を飼うこと、全く対戦には役に立たなさそうだ。そしてゴミ怪人、偶然にも体型はバケルンジャーと全く同じ。趣味はアマゾンプライムということで、こちらも対戦には役に立たなさそうだ。好きな芸能人は小倉優子。滑舌に不安があるということです。ではまずボルダリング対決、一番高く登れた方が勝ちということで対戦したいと思います。制限時間は3分。果たしてどちらが勝ったのでしょうか。よーい、スタート。意外と手慣れてそうに見えて手慣れていない。ちょっと苦戦してますね。あの黄色いところがゴールです。なんか早くもついてしまいそうです。あ、開始30秒ついてしまいました。開けるんじゃさん、クリアです。結構きついですね。まだ余裕ありそうですね。無理です。ゴミ怪人さん、すみません、さっき3分って言ったんですけど、ワケルンジャさんあっさりクリアしちゃったんで、ワケルンジャさんの記録30秒切れなかったら負けでいいか。余裕だな。お、あ、30は意外と難しいんじゃないかな。俺の方が強いっていうことは今ここで証明してやる。よーい、スタート。さあ、30秒切ることができるのでしょうか。ゴミ怪人さん、ちょっと重たそうな感じですね。10秒経過。さあ、30秒切れるか。お、ゴールはすぐそこだ。おっと、18秒で疲れてしまった。ゴミ怪人さん、しょうもないことやってますけど、これゴミ怪人さん勝っちゃいましたね。どうだ、分けるんじゃ。37歳でもな、やればな、お前の若造には勝てるんだぞ。くそ。もう一回、もう一回やらせてくれ、頼む、お願いだ。うん、どうしようかな。しょうがないな、絶対だけだ。だけ、あの、今度は3度とって95度の角で勝負だ。泣きのもう一本ということで、今度は3度とという壁を使って行われるようです。じゃあ行きます。よーい、スタート。真ん中の白のところがゴールです。15秒経過。なんかもうたどり着いてそうですね。お、21秒、ゴミ怪人クリアです。
そうだわ、ケルンちゃん。この記録を超えてできるんだな。やってやる。いけそうですか、21秒。21秒いけるな。やってる。今度こそ負けないぞ。お、頼もしい。よーい、スタート。さあ、ゴミ怪人のクリアタイムは21秒。負けるんじゃは超えることができるのか。お、ここまではスムーズだ。10秒経過。さあ、両手でガッチリいけるか。お、16秒でクリア。負けるんじゃさんが今度は勝利。やりましたよ、負けるんじゃさん。いやー、意外と勝てたね。俺のリベンジマッチを受けてくれるか、負けるんじゃ。リベンジマッチだと望むところだ。じゃあ、ここはどうだ。決着の舞台に選ばれたのは丹沢さん。角度は110度ということで、先ほどよりなかなか難易度が高そうです。果たしてどんな展開が待ち受けるのか。3本目近いってますか、行けますか。だいぶ疲れたね。疲れた。でも登ってみせるぞ。よーい、スタート。さあ頑張れ、分けるんだ。正義のヒーロー、ここで意地を見せることができるのか。おっと、ちょっと今回は難しそうだ。さすがに正義のヒーローでもこの角度はきついのか。30秒。自分になって真剣な雰囲気の方が多いです。さあここで2分。ワケレンジャーもさすがにきつそうだ。みんな応援してくれ。さあみんなの声が届くのか。これがさあ最後の意地を見せられるか、ワケレンジャー。やっぱりきつい。残り15秒。さあ、現在この後泥仕合になってしまいます。もうちょっと頑張ってほしいです。4、4、3、2、1、終了。やりきったという感じの現状。どうでしたか、3分間チャレンジして。ゴミ怪人に直接叩いた方が早いね。慌てるんじゃさ、3分間でクリアできませんでした。勝てそうですか。それではいいんだよ。なんか余裕そうな感じですね。佐藤、ゴミ怪人さんちょっと余裕そうなんですが、いきなり落ちました。30秒経過。おっと、ゴミ怪人さんでもなかなかこの壁はきついのか。さあ再び立ち上がったゴミ怪人、頭の中ではどうクリアしていく姿が描かれているのか。さあ再びチャレンジ。おっと、手が抜きできそうですね。どうですか。話しかけないといけない。はい、ちょっとこれはきつそうだ。なんで罰って、罰って、ゴミ怪人さんなんすか罰って。途中棄権ではない。どうすんのこれ。ゴミ怪人さんどういうことですか今の。ギブアップで、もう終わり。いや、もう一回やってください。ちょっと今2分経ちまして。残り10秒切った。3分だったんで今のジャンプは。ここで3分経ちました。いや、ゴミ怪人さん冗談抜きできつそうだ。いやー、どうでしたかゴミ怪人さん。ノーコメントで。
お疲れ様でした。3本目ちょっと微妙だったんですけどね。第1回戦勝者はドローで、まあちょっとドローということでね、2回戦また頑張ってほしいと思います。2回戦に向けて意気込みを聞かせてください。2回戦は全力で挑むぜ。さあ、ゴミ怪人どうですか、2回戦このまま2回も3回も勝ってやる。バケルンジャーとゴミ怪人のボルダリング対決はくしくも引き分けに。次回は名水当てクイズと高校山で森連休室レースで対決。果たして勝者の行方は。